ジュリアンド・パルム、フランス名、ジャン・アントワーヌ・ジュリアンは、スイス生まれの画家である。主に、フランスで活動し、1760年から1773年の間ローマに滞在した。ローマ滞在時代に、パルマ公国から報給を得たことから、ジュリアンド・パルムと作品に署名した。神話に題材を得た作品などを描いた。ジュリアンド・パルム作。 裸の男スイス南部現在のティチーノ州のロカルノ軍のキャビリアーノの貧しい家に生まれた。レンガ校の今外市でイタリア名はバルトロミオオチレニとされる。イタリア、ピエモンテの画家グイセッペ、マティア・ボーグニーズの弟子をした後、12歳になった1747年にフランスに移った。シャトールーで4年ほど滞在するなどフランスの各都市で修行し、1759年には パリに住み肖像画家となった。1760年にイタリアに移り、1773年までローマで活動し、パルマ広告から報酬を得て、神話を題材にした作品を描いてた。1771年に短期間ベネツィアに旅したが、パルマに滞在したことはなかったとされる。1773年にパリに戻った後、ジュリアン・ド・パルムと作品に署名したが、 新古典派のスタイルの作品は、まだ、フランスで人気を得ることはできず、貧窮の中で亡くなった。忘れられた画家となっていたが、20世紀になって、ルーブル美術館の学芸員の美術史家、ピエール・ローゼン・ベールによって再発見され、1998年に展覧会が開かれた。ありがとうございます。